俺は北島光雄、28歳。自動車メーカーに勤務する俺は海外出張中に妻を上司に奪われた。ショックを受ける俺の前に現れたのは美しい上司の妻。しかも彼女は、これは運命ね、そう言って俺をある場所へ連れて行った。その日、俺は初めての海外出張の帰りで浮かれていた。両手にはブランド物が好きな妻のために貯めた給料で買ってきた高級バッグ。渡した時の妻の笑顔を想像しながら、俺は上機嫌で自宅へ。すると、妻の代わりに玄関に出てきたのは、俺の大嫌いな上司だった。ああ、北島、早かったな。有村課長、どうして？俺は冷や汗がずーっと背中を伝っていくのを感じた。嫌な予感がする。恐る恐る中に入ると、妻の恵美子から離婚届を突きつけられた。離婚して、私有村さんと再婚する。何言ってんだよ、課長には奥さんが。すると課長は混乱する俺を見ながらニヤニヤと笑った。いいから早くサインしろよ。俺も妻とは離婚する。だから心配すんな。ま、待ってください、どうして二人は。うるせえな、いいから黙って書けよ。ほら。課長は俺の髪をつかむと、引きずるように離婚届の前に座らせた。俺は悲しむ間もなく理不尽に離婚届にサイン。部屋を見渡すと、恵美子のものはすっかりなくなっていた。どうやら俺の海外出張中に荷物をまとめたらしい。俺は二人が去った後、一人きりになった部屋で浴びるように酒を飲んだ。そして翌日、俺は誰かが玄関を激しく叩く音で目を覚ました。ボサボサ頭の俺が玄関のドアを開けると、そこには目の覚めるような美女がいた。色白で黒目の大きな瞳に、目元のほくろが色っぽい。俺はそのほくろに見覚えがあった。聖子。すると目の前の彼女は笑顔を見せた。あたり、久しぶりね、みっくん。その笑顔は昔と変わらずはつらつとしていた。聖子は高校時代の同級生で、美人で明るい学校のマドンナだった。いつも真面目で固い性格の俺をからかっては、面白いと言ってケラケラと笑っていた聖子。俺はそんな聖子に好意を抱いていた。しかし、思いを伝える勇気もないまま、俺は大学へ。そして3歳年下の恵美子と出会う。少しわがままなところもあったが、甘え上手な恵美子の推しに負けて交際が始まった。その後結婚して恵美子は家庭に入ったが、家事は苦手でほとんど俺が担当していた。恵美子に誠心誠意尽くしていたはずなのに、まさか大嫌いな上司と浮気していたなんて。有村課長は典型的なパワハラ上司だった。部下への暴言はもちろん、自分の仕事を部下に押し付けて手柄を横取りするなんてことは日常茶飯事。そんな有村課長に、俺は今まで一度も恵美子を紹介したことはない。ただ恵美子は1年前から突然、自分のものは自分で買いたいと言って居酒屋でバイトを始めた。もしかしてそこで課長と出会ったのだろうか。そしてもう一つの疑問は、ここにいる聖子、どうして今になって俺に会いに。不思議そうな顔の俺を見て、聖子はここに来た経緯を話し始めた。実はね、有村圭介は私の夫なの。有村課長が。聖子が結婚したという話は風の噂で聞いていた。その相手が有村課長だと知って、俺は驚きのあまり言葉を失った。みっくんの奥さんのバイト先で二人は知り合って付き合うようになったの。やはり俺の予想は当たっていた。なるほどな。いろいろ尽くしてたのがバカみたいだ。俺は床に置いてあるブランドの手提げに視線を落とした。なあ、
聖子はブランド物好き？恵美子に土産で買ってきたんだけど、よかったら使わないか？ありがとう。でもごめん、私ブランド物には興味がないの。確かに素敵なものもたくさんあると思う。でも何を身につけていたって私は私だから。聖子が自分をしっかり持っているのは今も昔も変わらない。俺はそんな聖子の内面や立ち振る舞いに惹かれたのだ。すると聖子はニコッと笑った。でも昔からずっと欲しいなって思ってるものもあるけどね。何？内緒。それよりみっくん、あの二人を懲らしめない？どうやって？エキスパートたちの手を借りに行くのよ。聖子にせき立てられた俺は着替えを済ませて家を出た。夕方までたっぷり寝すぎたせいで外はもう暗い。俺たちがたどり着いたのは一軒のスナックだった。みっくんの奥さんはここで働いてたの。え？恵美子はずっと居酒屋で働いてるって。嘘だったのか。俺がうなだれていると聖子がぽつりとつぶやいた。これは運命ね。え？ううん、なんでもない。さ、入りましょう。聖子に手を引かれて店に入ると60代くらいのママが笑顔で俺たちを迎えてくれた。あら、聖子ちゃん、いらっしゃい。ママ、こんばんは。彼はみっくん、この前話した。ああ、なるほど。じゃあ、今日は作戦会議ってわけね。どうやら、俺の知らないところで話がすでに進んでいるらしい。俺たちがカウンターに座ると、ママが酒の入ったグラスを俺に渡した。あなたも気の毒だったわね。まさか恵美子ちゃんが結婚してたなんて、私たちもびっくり。金持ちと結婚するのって張り切ってたから。俺はママの話に愕然とした。恵美子は独身と偽ってこの店で働き、有村課長に口説かれた。既婚者だからダメだと周りから止められていたが、二人は裏で会っていたようだ。ママから話を聞いて、私はすぐに恵美子さんに会ったの。そしたら笑われたわ。あんたみたいな金を使う価値のない女は浮気されて当然よって。聖子はため息混じりに笑った。有村にも恵美子さんと同じことを言われた。でも私はお金で人の価値が決まるなんて思わない。だから私は別れたことを後悔してないわ。旦那だけでなく浮気相手の恵美子にまでひどいことを言われたのに、聖子は泣き言一つ言わなかった。そういえばママから話を聞いたって言ってたけど、二人は知り合い？昔私の母がここで働いてたのよ。私の家は父がいなくて、母が一人で私と妹を育ててくれて。するとママがすかさず口を挟んだ。聖子ちゃんのお母さん本当によく頑張ってた。朝から晩まで働いて。それに聖子ちゃんだって新聞配達してたでしょ？それは少しでも母の助けになりたくて。誰にでもできることじゃないわ。高校3年間ずっとよ。だから私は聖子ちゃんを応援してるの。この子には幸せになってもらいたいのよ。俺はその話を聞いて目を丸くした。高校時代聖子が毎朝新聞配達をしていたなんて。なんとなく高校生活を送っていた俺とは違い、聖子はずっと家族のために働いていた。それなのに辛い顔一つ見せず、いつも笑顔で明るく振る舞っていた聖子。成績優秀だったのに進学せずに就職を選んだ理由が今になってようやく分かった。俺も聖子には幸せになってもらいたいです。俺がそう言うとママがにっこりと笑った。あなたが幸せにしてあげてもいいんじゃない？その瞬間聖子の顔が真っ赤になった。ちょっとママ何言ってるの？いいじゃない。だってもういいから早く作戦会議しよう。動揺する聖子が可愛くて俺は思わず笑顔になった。やっぱり聖子はいいな。
そう思った途端、俺は自分の心が高校時代と同じようにときめいているのを感じた。昨日恵美子と別れたばかりなのに何を考えているんだ。何度も心に呼びかけたが、俺の胸の高まりは収まるどころか激しくなるばかり。みっくん、話聞いてる？聖子にそう言われるまで、俺は心の中でひたすら自問自答を繰り返していた。こうして数々の修羅場をくぐり抜けてきたママや他のスタッフたちからたくさんのアドバイスを受けた俺たち。その日から俺と聖子は有村課長と恵美子に制裁を与えるために動き出した。不倫の証拠を二人で集めたり、それを弁護士事務所へ相談しに行ったりしているうちに、あっという間に2ヶ月が経過。聖子と過ごす時間が増えたことで、日増しに高まっていく聖子への思い。聖子の優しさと思いやりのおかげで、俺は恵美子に裏切られた傷が徐々に癒えていくのが分かった。聖子と別れるなんて、課長は大バカ野郎だ。もしも聖子が俺の妻なら、絶対に話さないのに。そんなことを思っていたある日、恵美子が突然俺の家に帰ってきた。やり直したいの？泣きながら抱きつく恵美子に戸惑っていると、そこへ聖子がやってきた。みっくん？その声を聞いてすぐに恵美子が振り返った。あんたどうしてここにいるの？みっくんって何？旦那を取られて悔しいからって仕返しのつもり？恵美子は俺から離れるとつかつかと歩いて、いきなり聖子を突き飛ばした。おい、何するんだ聖子、大丈夫か？俺はすぐさま聖子の元へ駆け寄った。何よ、どうしてその女をかばうの？そんな安っぽい服しか着てないみそぼらしい女なんか何の魅力もないじゃない。恵美子は歯を食いしばりながら聖子を睨みつけた。私がこの女より劣ってるところなんて一つもないでしょ。何もかも私の方が勝ってるわ。恵美子は聖子に寄り添う俺をぐいっと引っ張った。私たちずっとうまくいってたんだから、もう一度やり直しましょうね、三尾さん。俺は無理やり自分の方に引き寄せようとする恵美子の手を振り払った。冗談はよしてくれ。恵美子、君が何を基準に優劣をつけているのかはわからない。ただこれだけははっきりとわかる。俺はもう君のことが好きじゃない。三尾さん、何言ってるの？確かに私は他の男性に目移りした。でもこうしてちゃんと戻ってきたじゃない。戻ってきてくれと頼んだ覚えはない。そうやって君はいつも自分勝手で、俺の気持ちなんて考えてくれたことなかったじゃないか。俺は小さなため息をついた。考えてみれば、俺はずっと君のわがままに我慢してきた。君はうまくいってたって言うけど、それは君がやりたいようにやってたのを俺が耐えていただけだ。恵美子に浮気されて、俺はようやく自分の置かれている立場に気づいた。そして聖子と過ごすうちに、互いを思いやる気持ちがどれだけ大切なのかを知った。君は聖子をみすぼらしくて魅力がないと言ったね。でも俺から見たら、くだらないことに優劣をつける君の心の方がみすぼらしいよ。は？私のどこが？ブランド品で着飾るしかない君に魅力はない。恵美子、帰ってくれ。もうここに君の居場所はないよ。恵美子の目をまっすぐ見てそう伝えると、恵美子は怒りで顔を歪ませた。バカにしないで！私だってね、あんたが大手の自動車メーカーに勤めることが決まってなかったら付き合ってなかったわよ！そして俺の出世を期待して結婚したのに、全く昇進しないから浮気をしたんだと自分を正当化し始めた。我慢してたのは私の方じゃない！もういいわ、冴えない者同士傷を舐め合って生きていけば？はっ、時間の無駄だった。恵美子は吐き捨てるようにそう言いながら、俺たちの前からいなくなった。恵美子が帰ると、聖子は静かに立ち上がって俺に笑顔を見せた。みっくん、かばってくれてありがとう。おう、それより恵美子がごめん。
みっくんが謝ることじゃないわ。でも少し傷ついたかな。私ってそんなにみすぼらしいんだって。聖子は笑っていたが、その笑顔はどこか寂しげだった。その姿を見ていたら、俺は自然と体が動いた。違う、みすぼらしくなんかない。聖子は魅力的だよ。聖子を抱きしめた手がかすかに震えるのを必死で抑えた。本当は高校生の時からそう思ってた。あの頃の俺は育児なしで、とてもじゃないけど気持ちを伝えることなんてできなかった。だがこうして再会できた今は、気持ちを抑えることの方が難しかったと伝えた。聖子、俺と付き合ってほしい。俺は絶対に君を悲しませたりしないから。聖子は黙ってうつむいていた。沈黙があまりにも長くて、俺の鼓動は時間の経過とともに激しさを増していった。聖子。俺が聖子の顔を覗き込むと、聖子は静かに涙を流していた。ごめん、みっくんがあまりにも優しいから。聖子は両手で必死に涙を拭きながら俺を見つめた。私もずっとみっくんのことが好きだった。でもうちは貧乏だったから、気持ちを伝えたらみっくんの重荷になると思って。聖子の家の事情を知ったら俺の負担になってしまうと思っていたらしい。真面目で優しいみっくんはきっと私のために何かしようって思うでしょ。だから伝えるのは今じゃないって思ってた。しかし俺に彼女ができて結婚すると風の噂で聞いた時に、とてつもなく後悔したという。あの時伝えておけばってどれだけ思ったかわからない。そう思ってたらまさかこんな形で会えるなんて。聖子は涙をボロボロとこぼしながら精一杯の笑顔を作った。運命の神様が私とみっくんを会わせてくれたんだって思ったの。聖子。私もみっくんのことが大好き。私がずっと欲しかったものはみっくんの気持ちだったの。これからは一緒に。するとその声をかき消すかのような大声が後ろから聞こえてきた。おいおい、ふざけんなよ。さっき泣きながら走ってく恵美子を見かけたのはこれが原因だったのか。青ざめた聖子の顔と耳障りな声で誰が来たのかすぐに分かった。俺が振り返ると、そこには怒りに満ちた表情の有村課長がいた。家が貧乏なお前を拾ってやったのはこの俺だぞ。それなのにお前はずっとこの男が好きだったっていうのか。拾ってやった？よくそんなことが言えるわね。結婚しないならお前の人生をめちゃくちゃにしてやるって言って脅したくせに。聖子は唇をかみしめた。私はそれからずっとあなたの言いなりになってた。あなたは私を支配していただけで、愛してくれたことなんて一度もないじゃない。母と妹の身を案じた聖子は、有村課長から家族を守るために結婚していた。有村課長の態度は家でも職場と同じだった。あなたが離婚してくれて心の中では喜んでた。これで私は自由になれるって思ってたの。いや、お前は俺のものだ。家事もできない恵美子は使えない。今すぐ戻ってこい。有村課長の怒鳴り声に聖子は体をこわばらせた。俺はそんな聖子の肩を抱き寄せ、有村課長をにらみつけた。課長、やめてください。聖子はあなたの所有物ではありません。なんだと？北島、お前いつからそんな口聞くようになった？あなたは会社で社員をこき使うように、家でも聖子を奴隷のように扱ってたんでしょう。そんな人は所詮誰のことも幸せにできない。ふざけんな、お前自分の立場を分かって言ってんのか。立場なんて関係ない。あなたは聖子と一緒にいる資格がないんです。帰ってください。なめたこと言ってんじゃ。帰れ。二度とここには来るな。
俺が大声を上げると、それに気づいたアパートの住人たちが何事かと部屋から出てきた。課長はこのままでは分が悪いと思ったのか、小さく舌打ちをすると俺を睨んだ。覚えてろよ、会社でどうなっても知らないからな。それだけ言い残すと、課長はそそくさとその場からいなくなった。課長が帰った後、俺たちはアパートの住人たちに迷惑をかけたことを謝って部屋の中へ。不安そうにうつむく聖子を優しく抱きしめた。何も心配いらない、聖子のことは俺が守るから。でもこのままじゃ会社であの人が。大丈夫、もう手は打ってあるんだ。俺は聖子ににっこりと笑いかけた。その後、俺と聖子は恵美子と有村課長にそれぞれ慰謝料を請求。恵美子はそんな大金支払えないと泣きついていたが、俺が泣き落としに応じないとわかるとブランド品を売ったり、夜の店で働くなどして必死に金を集めた。今は夜の店で働きながら、証拠りもなく金持ち客に手当たり次第に声をかけているらしい。有村課長は渋々慰謝料を払ったはいいものの、もともと金遣いも荒かったせいで財産が底をついてしまった。それによって課長はついに会社の金に手を出してしまったそうだ。後日、課長のデスクには懲戒解雇通知書が。解雇処分が下される理由は他にもあった。社員への暴言、遂行不可能な業務の強制だ。さらに課長は恵美子と住み始めてから遅刻も増え、重要な会議に遅刻することもしばしば。それらは社員たちの証言を集めて俺が部長に伝えたものだった。会社の金を使い込んでいるのが分かったのはスナックのママ経由。ママがもともとスナックの常連だった部長に課長の話をしたことがきっかけで、今回の処分が決定した。会社の金を私的に使い込んでいたことで会社は課長を訴え、課長は一層追い込まれることに。ママには世話になったお礼に恵美子にあげる予定だったブランド物のバッグを渡した。ママは物に罪はないからと言って喜んでそのバッグを受け取ってくれた。こうして有村課長は会社をクビになる。アイロンをかけていないシワだらけのシャツに薄汚れたスーツで自分の荷物をまとめる課長の惨めな姿には思わず同情してしまいそうになった。その後、有村は風の噂でどこかの会社に再就職したという話を聞いた。しかしそこでも遅刻が目立ち、さらには食生活も乱れ体重が増加。昔の俺はかっこよかったなどと言いながら毎晩安い居酒屋で管を巻いているらしい。一方、俺は有村がいなくなったおかげで仕事も恋愛も順風満帆。聖子と同棲を始め、交際から1年後に結婚した。ようやく結ばれた俺たちは幸せいっぱいで、毎日笑顔が絶えない。家に帰ったら聖子がいることが嬉しすぎて、俺は仕事が終わるとダッシュで帰宅。1秒でも長い時間を聖子と過ごすことを目標にしている。いつか子供が生まれたらさらに幸せが増えると思うと、今から楽しみで仕方ない。それまでは二人きりの時間を思う存分楽しもうと思っている。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。